マリア・ピア・デ・サボイアは、ポルトガル国王ルイス一世の王妃。統一イタリアの初代国王であった、ビットーリオ・エマヌエール二世とその日のオーストリア大、皇女マリーア・デ・ライデの娘。姉マリーア・クロティルでは、ナポレオン皇ナポレオン・ジョゼフ・ボナパルトの妻。長兄が、ウンベルト一世、次兄は、スペイン語・アマデオ一世となったアオスタコ・アメデオ。を。イタリア語名は、マリア・ピア・ディ・サボイア。 マリア・ピア・デ・サボヤ、開始会公演機交渉施設館等位、高島助博が当時サルデーニャ王だった、ビットーリオ・エマヌエーレ2世とその日、マリー・アーデ・ライデの子として、トリノで生まれた。1862年10月6日に、ルイス1世と結婚。マリア・ピアは、贅沢好きな王妃とみなされていたが、ポルトガル国民の支援のために、多くの事前活動も行っていた。 思いやりと気前の良さで、慈愛の王妃、貧者の母とも言われた。しかし1865年の仮面舞踏会では3回以上を着替えるなどしている。議会では王妃の出費について取り上げられたが、マリアピアは王妃が必要なら支払わなければならない出費ですと答えた。マリアピアは政治に関与することはなかったが、1870年にサルダーニャ皇女案との言い争いで、 私が王なら、あなたを射殺する。と発言した。夫のルイス一世は1889年10月19日に死去して、長男カルロス一世が即位し、マリアピアは王太后になった。彼女は非常に活発なままで、宮廷では相変わらず、重きをなしながら、事前活動を続け、カルロス一世の不在時には、摂政として働いた。 しかし1908年2月1日に、カルロス一世と孫の王太子、ルイス・フィリペが暗殺されたのをきっかけに、精神が不安定な状態になり、その後もう一人の孫マヌエル二世が即位しても、次第に外には出なくなっていった。マリア・ピアは、1910年10月5日革命の、際に亡命し、マヌエル二世が亡命したイギリスには行かず。 母国のイタリアに戻って1911年7月5日に死亡した。一族の多くが眠るトリノのサボヤ家の墓に葬られた。1862年10月6日にルイス一世と結婚し、西が生まれた。ありがとうございます。